はい、はい、はい、お疲れです、今日はですね、はい、第1回レクチャー動画、はい、前回もね、はい、インタビューしました、はい、ね、頼ますよで、今日はね、どの日しようかなと思ってるの。もうね、11月なんで、はい、成人式に向けてそろそろケツケツの皆さんは、練習に励んでいく季節じゃないでしょうか。お、はい、ということで今日は、はい、簡単に見えて、はい、豪華な縁結びをしていこうかなと思います。はいよ。で、事前仕込みなしで、仕込みなし、はい、即席で作っていこうかなと思ってます。完全オリジナル、はい、チーオリジナルはい、なんで、名前がないかな、名前がない、うん、じゃあ、ね、最後ね、僕がね、それちょっとこれ見てね、降りてきた名前をね、名付け親になりますわ、はい、はい、これがどん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 増えていくんでね、はい、はい、皆さん、ぜひ、ご覧いただきたいと思います、はい、はい、それでは行きましょうか、はい、はい、オープニング、どうぞ、はい、どうぞ。それでは、着物まで着せた状態で次帯に巻いていきます。帯はこの感じで用具畳で持っときます。で、帯板、後ろ板と前板は脇に挟んでおきます。で、このまま巻いていきます。巻いてきた状態で、ここの、6通帯だったらここに柄止まりがあるので、それは必ず、脇の左の脇の下に巻いてください。で、帯は脇いっぱい上げます。で、この手先はここで肩に預けてもらって、で、綺麗に三角形を折ってピンチで留めておきます。で、ここで一締めします。で、ここで、帯の幅が18センチ、振袖は18センチなので、ここで幅が出てない場合はここに手をぐっと入れて、ここで帯幅を18センチに合わせてください。で、このまま慣れない方は後ろ板を先に入れていただいて、ぐっと奥に背中に押し込んでいただいて、前板をそのまま合わせていく方法もありますが、成人式で時間短縮したいので2枚同時にここに入れて、後ろ板だけ後ろに送るというやり方もあります。で、前板を前の幅に合わせてもらって、で、ここは必ずこの下線揃うようにしていただきます。で、もう一度この手先の上げた初めの三角に親指引っ掛けていただいて、そのまま締めます。で、ここの左の肩甲骨の下のところにクリップで挟みます。そしたらもうこちらの手は離していってください。で、上を少し折ります。で、下をこういう感じで綺麗に折ります。
でもう一度きれいに内に折ってください。ここがぐちゃぐちゃだと後の見栄えが悪いのできれいに揚げます。で手先を下ろします。下ろしてここで仮紐をします。私も2本取りにして仮紐代わりに使っていただいてもいいですし、余分に三重仮紐がある場合などは三重仮紐を使って、留めていったりもします。でここで紐を作っていきますよね。でここの状態で帯がこう裏を見るとここでこういう感じでも折れてるのでそれを利用していきます。で片っぽそのままここで折って、でここを2つ目折って、で3つ目ここでという感じで紐をつけておきます。だいたい一手ちょっとぐらいです。でそれをここでこういう感じで置きます。でこの三重仮紐を三重仮紐で押さえます。で、この時は必ずこの、縫い目は脇の下に入れるようにしてください。で次、左羽を作っていきます。このままこっち折れてるのでそれ利用してだいたい手幅いっぱい分ぐらいの羽を作っていきます。これを左肩のだいたいこの辺りぐらい、ここの襟付けのここら辺りを目指していきます。で一つ多いひだを取っていただいて、で仮紐の2本目に引っ掛けます。でそのままの流れで次は右羽根取っていきます。でこういうところをきれいにしごきながら作っていってください。でこっちも追いひだをで、そのままこっちは一番手前のゴムに引っ掛けていきます。で引っ掛けた仮紐は必ず平らに持っていってください。はい、では残りのタレを使ってちょっと流れを作っていきます。この流れのまんま、こういう感じで枝を取っていって、で、左羽根を引っ掛けたゴム紐に引っ掛けておきます。でここで枕をします。
もし受けたい場合は下からこういう感じでこのまま縫ってあげていただいてもいいです。で、かぎ紐に枕の紐を下から上に引っ掛けます。で、この枕を下からぐっと上に上げます。で、枕を背中にぐっとつける感じで前に引きます。で、このまま2回で膨らます。で、もう一度しっかり手前に引いてポピッとに入れていきます。で、その時にこの仮紐とか裏紐とかも全部落としていきます。で、帯揚げをしていきます。枕にきれいに引っ掛けてこのままこれで軽くくくっときます。で、この残りの手先を広げて手先で、ひだを作っていきます。だいたい、これぐらい2センチから3センチだいたいこっちこれぐらいの幅でひだを作っていきます。針線、そう針線の片っぽが短くて片っぽが大きい場みたいな。ある程度できたようにしてこんな感じで、こっち側が広い、こっちが広くてこっちが狭い、はい。で、なんでこっちを狭くしたかというと、今からこの初めに作ったこの輪っかに通していきたいのでこっちをちっちゃく作ってます。で、この中輪になってるのでこれを通していきます。感じで通しておきます。はい、では、あとは帯締めを入れていきます。で、最後に、帯締めを入れていくんですが、その前にここのひだをきれいに整えておきます。で、飾りがある方が左で持ってきます。
で余りの帯は全部中に入れ込んで、でそのまま帯締めを締めていきます。で帯揚げ邪魔なのでもう外します。でこの柄を真ん中に持ってきたかったら真ん中に合わせ、端っこにこっちに持ってきたかったらこっちに合わせて、こっちで飾りを作るなどしています。まず真ん中に持ってきます。でしっかり締めてください。はい、では飾り作るときはなるべく結び切った方が後で外れないので結び切ることをおすすめします。今何取った？え？何取った？仮紐。はい、で今は仮紐を外した状態です。めっちゃ締めちゃった。で必ず帯の真ん中でちょっと下がる感じで締めていきます。で帯にシワある場合は帯締めのところに指を入れてしごきながらシワを取っていってください。であとは好きな飾りを作ってあげてください。はい、ではあとはバランスを見ていきます。ここで左に作った羽をきれいにこういう感じでしごきながら帯に艶を出していきます。でこれは、右の羽はここに持ってきてもいいし、この下にこういう感じで下ろしてもいいです。こういう感じにしましょうかね。もうちょっと欲しいなと思ったらちょっと引けたりとかするので、こういう感じで、で下ろします。であとはでどこ行ったん？なんか、これはタレの、根元なんじゃない、タレのタレ先で作ったひだです。でのひだも整えて、でここが浮いてる場合は骨延長上ちょっとこう引くという感じで引いて、どこ浮いてる？ここ、ここ、ここがこういう感じで浮いてるとしたらこう引く、ここ、でこのこれの延長上を引いてバランスを見ていきます。
これはこうやって広げてもいいし、こっちへこう振ってもいいですし、なんかタックがあれやな、タックがある描いてる。うん。今日はこういう感じでこう指をきれいにこう入れていって、きれいにきれいにこう艶を出して、で初めに作ったこの三つもきれいに。で、仕上がりはだいたいこの入れ付けまでで収めてください。いい、こんなで。で、最後はピンチを外します。で、あとはお刃処理がちゃんと6センチ出るようにして、シワがあるんだったらこう流します。お疲れした。お疲れした。だいぶね、あのしょっぱないうことでね、緊張してはりました。はい。ね、ちーさん。ですね。ですね。はい。ということで出来上がりました。これね。はい、うん。まだ成人式向けの、簡単で、はい、ゴージャスな、はい、帯となってますんで、はい、皆さんまたね、参考にしていただけたらなと思います。はい。はい、まだね、帯の長さとかにもよってね、また表情とかも変わってきたりとかするので、はい、またいろいろとアレンジをしてみてください。はい、ではね、そうそう、名前や。そうだね。名前や。何にする？よし、じゃあね、今回ね、第1回目ということで、はい、記念すべき第1回目の名前、ね、ちーさんのね、名前の頭取ってね、1000ということでね、これでいきましょうか。はい、うん、もう SEN な英語英語もう あっちの言葉でもう名前つけていきますわ。はい、もう、ね、漢字じゃないんや。もう着物とか言うからってね、もうね、漢字とは限れへん、ね、これからね、グローバルの社会やから、そうね、うん、あっち方面の言葉を使っていかんとね。はい、はい、ということで、こちら線ですね。はい、で、細かいね、解説とかまたブログの方でやっていこうと思うんで、はい、またそれでも分からへんかったらね、またコメントとかいただけたら、ツイッターとかでもね、いただけたら
回答していこうと思うんでね、はい、ぜひぜひ皆さん、参考にしてください。はい、はい、ということで、はい、終わりましょうか。はい、はい、ではでは、締めどうぞ。はい、では、皆さんいつもご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録していただいた方ありがとうございます。ございます。そして初めて見ていただいた方もぜひチャンネル登録もお願いいたします。いいねもお願いします。そしてコメントもじゃんじゃんいただいてますので、はい、ね、いつも、はい、わコメント入ったって感じですね、はい、いつもお二人で、はい、喜んでますので、はい、ぜひぜひコメントの方もお待ちしてます。はい、お願いします。お願いします。はい、はい、ということで、はい、また次回ね、これね、2人ね、時間ある時しかちょっとできないんでね。そうなんですよね。またまた力者動画上げていきますんで、はい、機会がありましたらまたみんな、見ていただいて参考にしてください。はい、ということで今日は以上です。はい、お疲れです。